吉田さん、田代正史さんね、まあそこまで覚醒剤の色がついちゃうと、多分覚醒剤が田代正史さん話してくれないでしょうね。まあというのが、売人っていうのは売り先がなくて困ってるんですよね。で、田代正史さんだったら、まあ誘惑すれば引っかかるだろうっていうふうにもうループがついちゃってるんでしょうね、きっと。で、田代正史さんも辞める辞めるとは言いながら、むちゃくちゃ誘われればね、またやっちゃうんじゃないですかね、やっぱりね。覚醒剤のリピーターっていうのがなんでリピートになるかっていうと、誘惑があるからなんですよ。誰も誘わなければ一人で断ち切ることができるのに、まあまあいいじゃねえかみたいな感じでやると、まあ俺も何回もやめてるしなみたいなところでね、揺さぶられちゃうと思うんですよね。まあそういうことを考えると、もうちょっとね、気の毒な感じになるかなっていうところですよね。でもなんか不思議なことに、田代正史さんは覚醒剤で捕まるのに、他のタレントさんはね、覚醒剤で捕まらなかったりするんですよね。しかもその情報もちゃんとね、もみ消されたりするんだよね。まあ、これがだから業界の闇ってやつじゃないですか。業界の闇ね。闇店。いってらっしゃい。